大鷹醤油チャンネル始まりました。ゆりなと、大鷹醤油社長大鷹で守るです。よろしくお願いいたします。お願いします。今回はですね、大鷹醤油のセールスポイントでもあります、小ロットについてご説明していきたいと思うんですけれども、今回小ロットの受注方法、中身の説明、経緯など、社長に伺えたらなと思っております。はい、じゃあ、小ロット多品種を、一生懸命やってきたというのは自負がありますので、ここは真剣にね、お答えしていきたいと思っています。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは初めに小ロット製造を始めた背景を教えてください。それでは、大鷹醤油がなぜ小ロット製造に踏み切ったのか、それをご説明させていただきます。時代はバブル時代になります。ものすごく景気がいい時代がありました。私はその最後の頃に社会人になりました。そして社会人になってすぐにバブル経済が崩壊して、それまでは大きなロットを作って大きく売ることを大鷹醤油もしておりましたが、バブル経済はじけて大きなロットがなくなり、大きな利益もなくなってしまいました。そういうことを見ながら、この会社を強くするにはどんなに小さなご要望だったとしても、それに真摯に応え、そういう小さくとも確かな売り上げをたくさん持つことによって、この会社を強くしていこう、そして 1% の売り上げを100個持って 100% の売り上げにできるような会社にしてみたいと思うようになりました。我々が一つ一つ丁寧にお客様と向き合い作り上げたこの小ロット多品種の会社は、どんな時代にもめげずに、仕入れ先にもお客様にもご迷惑をかけずに、そして社員にも迷惑をかけずに運営のできる会社に仕上がってきています。いろんな時代背景はありましたが、とにかくどんな時代にも生き残れる会社を目指して、これが小ロット製造を始める背景になっています。次にセールスポイントを教えてください。大鷹醤油が小ロット製造をやるにあたってのセールスポイント、これはたくさんあります。大きなロットを作らせていただくお客様に向けての営業は大変です。なぜならば、違う会社さんもそこに売りたい、あ、こっちの会社さんも売りたいというようにして、競合他社と言われる、相手がたくさんいるからであります。値段が安くしないとそこに入っていけない、こういう苦しみに遭遇された方も多いのではないでしょうか。私どもはそういう世界にはなかなか行きません。小ロットの世界は他に相手がいないんであります。本当にそこのお先のことを考え、本気で向き合い、そこのお先のためだけにしっかりとした仕事をさせていただき、その価格についてもそこのお先と最後の最後まで詰めて価格を出すことができます。ですからセールスポイントというよりは、その小ロットの世界というのはあまりやっている方がいないので、独壇場でもあるというところであります。そんな中でお客様も喜び、我々も喜ぶウィンウィンの関係を目指して、今も鋭意努力をしています。それでは最後に導入例を教えてください。それでは大鷹醤油の小ロット製品の導入例を、ご説明させていただきたいと思います。大鷹醤油の小ロットは1本から作りますというふうにしてご説明をしています。どんなに小さかろうと関係ありません。我々はお客様と一緒になって考え、一緒になって作り上げる、そういった希望を持っています。お店で
美味しいねと言われているスープやソース、タレ類をこういったボトルに詰めてお店のカウンター前に置いたり、または小売店さんに置いたり、いろんなことができるようにお店の方々と将来の夢を語りながら商品を作っていきたいというふうに思っています。そのためにはこの本数じゃなきゃできませんとは言いません。一本から皆様方と共に一歩目から歩ましていただきたいというふうに思っています。これはキャンプ場さんとのコラボ商品です。これはお寿司屋さんにも導入しています。瓶やこういうシュリンクのラベルと言われているもの、いろんな形を持って皆様方のご要望に応えていきたいと思っています。もしご希望があれば大高醤油のホームページからメールをいただければすぐにご連絡をさせていただきますし、お電話でもファックスでも結構です。ちょっと俺の話を聞けということを言っていただければ、私の話を聞きなさい、そうやって言っていただければ、どこへでもうちの営業マン、そして私も駆けつけていきたいと思っています。皆様方と夢を語り、将来を語りながら楽しい調味料の開発をしてまいりましょう。どうかよろしくお願いをいたします。それでは社長にご説明いただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、すみません、熱くなっちゃいましたぜひ皆さんも小ロットからお受けたまりできますので、どうぞコメント欄でも全然受け付けておりますので、うん、YouTube のコメントでもいただければと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。それでは最後にチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。 SNS、Twitter、Instagram、Facebook やっておりますので、フォローよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた水曜日に来週です